スデーテン山地は、ドイツ東部から、ポーランド南部を経てチェコまで伸びる山地。日本語では、スデーティ山地とも表記する場合もある。最高峰は、チェコとポーランドの国境にあるシニエシュカ山で、標高1603メートルである。この山を中心に、約15万ヘクタールにわたって、そのが広がり、東欧最大の山岳地帯であり、多くの河川の水源でもある。 このうちの4万ヘクタールが1963年に国立公園に指定された。大きな山を意味するクルコノシェ国立公園である。世界でも最悪と言われる酸西雨の被害がひどい場所である。近年、ウィンタースポーツ目当ての観光客が増加し、アルプスに変わるスキーリゾートとして注目を浴びている。 第二次世界大戦の前史で政治問題化した図デーて地方はこの産地の名称に由来する。ただし、いわゆる図デーて地方の南半分はこの産地から離れており、図デーての名が付けられたのは第一次世界大戦後の政治運動によるものである。石広幸著、地球観測報告に岩波書店、岩波新書592,998年66ページ。 ありがとうございます。